北原？マリさん。どうしたんだ一体。こんな日のこんな時間の、しかもこんな天気の中わざわざ。こんな天気だからこそ、こんな時間でも来れました。終電雪で遅れて、まだ走ってたんですよ。こんな日に関しての答えがまだのようだけど。他には誰もいないんですが、マリさんだけ。鈴木は有休、松岡も木崎も定時になったらすっ飛んでいった。浜田も今日ばかりは家族サービスって8時上がり。他の島の人たちも。カメラマン関係は大きな忘年会があるみたい。こんな日に飲み会入れるなんて、迷惑以外の何者でもないでしょうけどね。それでマリさんは、今から嫌味を言うつもりなら、私もそれ相応の態度を取らせてもらうつもりだけど。遅くまでお疲れ様です。残ってくれてて助かりました。ならよし。言っておくのは誘いがなかったわけじゃないぞ。ただ仕事より魅力のあるイベントじゃなかっただけだ。ところで北原、お前それどうするつもりだ？どうしましょう。 4,5 人は残ってると思ったから買ってきたんですけど。さすがに2人でクリスマスケーキ丸ごと1個は無理だぞ。週末にこんな賞味期限のヤバいもの持ってくるか普通。その先の24時間営業のスーパーで1000円だったんですよ。ああ、確かに売ってたな。昼間はまだ2000円だったのに。最近は叩き売るの早いんですね。まだ明日の25日だって立派にクリスマスなのに。あ、もう今日になっちゃったか。うん。イブでないともう価値がないんでしょうかね。それとも単に賞味期限が切れかけてるだけ。マリさん、嫌味か。何がです？24を過ぎたらもう価値がないとか、賞味期限切れとか。ああ。北原もそういう苔の生えた古い価値観にとらわれているというわけか。がっかりだよ私は。最初に賞味期限の話をしたのはマリさんの方じゃ。自虐をすれ同情されたりバカにされたりすると普段より余計に傷つくんだぞ。お前そういう女の気持ちが分かって。マリさん本気で気にしてます？まあ今のはネタだけど。男にも結婚にも興味ないし。両立するんじゃなかったんですか、恋と仕事。あれは若手の話だ、お前くらいの。マリさん、やっぱり若手じゃないって自覚して。北原、お前いい加減にしろよ。いつの間に私に対してそこまで遠慮がなくなった？マリさんだから遠慮なく言えるんです。焦ってる気配も焦る必要も全くないから。口先だけはもう立派なマスコミだな。ありがとうございます。私はけなしてるんだ。分かってます。ケーキ切っておくから缶コーヒー買ってこい。ブラックでな。はい。お待たせしました。何してるんですか？ん？いや、ちょっと飾りがシンプルすぎたから。せっかくのクリスマスケーキなのに。ああ、普
通サンタのキャンドルくらいはあるよな。あとチョコレートのメッセージプレートに砂糖菓子の雪に、それから鈴木のおやつのクッキーを砕いて雪代わり、メッセージプレートの代わりに名刺を添えて、そしてサンタのキャンドルは、ほら、マリさん。どうだ北原、これでなんとかカッコついただろう。悪趣味にも程がありますよ、相変わらず。言うと思った。お前はすぐに私のセンスを笑う。いいだろうこれ、私の今現在の一番のお気に入り。アフリカに飛ばされてた友達の土産なんだ。私が絶対に気に入るだろうって。ケーキの上に乗せるのははばかられるんで、ここに飾ってと。さあ北原、それじゃあ乾杯しようか。北原。はい、メリークリスマス。メリークリスマス。差し入れありがとう。正直嬉しかったよ。じゃあいただきます。うん、美味しそう。すんごい甘い。そりゃそうそうと値引きするよ。こんなもの売り切れるわけないだろう。最低っすね。まあ北原の差し入れなんてこんなもんだ。真面目なのはいいが、センスがないんだよお前は。そういう上司の薫陶を受けてますから。そういう口答えだけは本当に巧みなのにの。まあいいや、ちょうど小腹も空いてたし。そりゃどうも。本当に手伝いますよ俺。いいよ、休みって言ってたからバイト代出せないし、今日はもう帰ったら。俺が手伝った方が早く終わりますよ。早く終わっても始発が動き出すまでは帰れないから。俺もなんですよ、だから始発まで暇なんです。あ、それとも俺邪魔ですか？そんなことはないけど。だったら仕事ください。でないとマリさん見てるしかすることないんで。気のせいかな。
なんか私口説かれてるみたいだ。そういうのが気まずいんでしたら、なおのこと仕事をください。お前本当に遠慮なくなったな、私に。もう半年になりますから。で友達と合流して、そこからバカンス。こっちに帰ってくるのは来年の5日くらい。あ、友達って男じゃないぞ。北原もあったよな。ほら、天宮沙和子。毎年恒例のまるっきり男っ気のない女の二人旅で。他に金の使い道がないから、こうして年一回パーッと散財するんだ。いっつも沙和子が一緒でいい加減うざいけど。またいつもみたいに各編集部から仕事かき集めてきた。おかげで年越しは飛行機の中で迎えそう。それも時差があるから2回。1週間。取材期間としてはちょっと短いけどね。でもまあ、出張費の方も締め付け厳しくてね、なかなか。なに、さっきから黙りこくって。私がいなくなってそんなに寂しい？おい、黙り込むな。だからそういう意味深な態度を取るな、紛らわしい。すいません。北原、あのさ、さっきまで気を使って聞かないでおいたけど、今日のお前どこかおかしいぞ。重ね重ねすいません。今まで気を使ってくれて。まあ、クリスマスの夜中にいきなりこんなところに来ることからして、何かありますよって言ってるようなものだったし。言いたくないことないです。そうなんだ。何、どうしたの？クリスマスのせいで昔の恋人のことでも思い出してしまったとか？そんな感じです。きりじゃないですよ。友達と北関東の方に。なんだ、脅かすな。それとも
この後にさらに驚愕の展開があるのか？何もなかったですよ。露天風呂入って浴衣で酒飲んでどんちゃん騒ぎ。それもなんていうか、クリスマスにあるまじきパーティーだな。今日みたいに雪が降ってて、窓から見る雪も露天風呂から見上げる雪も綺麗で。そうか。すごく楽しかった。好きだったんです。そうか。まだ忘れてなかったんです。恋の傷を恋で癒せてなかったんです。その表現そろそろやめてくれ。自分で言ったセリフだからこそ恥ずかしくて身もだえする。すいません。アドバイスしていいかわからないんでしょ。まさか俺がこんな話するとは思わなかったから。お前本当に私のことなんだと思って。別にアドバイスが欲しくて話したわけじゃないんです。ただマリさんにはどうしても聞いておいて欲しかっただけなんです。なんでだ？報告連絡相談は上司に次の指示を仰ぐためのものだろ。上司に報告したわけじゃないです。マリさんに聞いてもらっただけです。同じことだろ。私は北原の上司なんだから。俺マリさんのそういうとこ好きですよ。年下で部下の学生が年上で上司の社会人をからかうな。もしお前が元気だったら引っ叩いてるところだ。以後気をつけます。これってどういうこと？何？あれどういう意味？